で綺麗なとこ。準決勝、狂気の獅子若丸。暗黒武術界は闘技場を新たにし、ついに準決勝の幕が切って落とされた。対戦相手は村尾徳一。戦いは刻々と進む。いよいよ獅子若丸の登場となった。さっきから気になっている誰が貴様。前のやつとは違うな。前のやつは抑えていても凄まじい霊力が内在していた。覆面で顔を隠せ、霊気はごまかせ。それはもうユウスケに渡した。確かに別人というよりは同じ人物がひどく弱った感じだ。霊気も愚か、スピードも波以下。とても前に見た覆面戦士と同一人物に思えない。正体を見せろ。何してんの？すまへん。げぇ、限界ばあさんじゃねえか。なんと覆面戦士は霊光波動拳の限界でした。殺せ殺せ。お前があの有名な玄海だったからな。ますます楽しみが増えた。さあ誰だ、最初に死ぬのは。大丈夫？そこの失敗面、お前はどうだ。誰が失敗面だ、こら。うまい。敵ながら的確な表現だ。チャイン。やるのは俺だ。いや、俺が行く。俺に勝つ気でいるとは愚かだ。待て待て、あーまで言われちゃ黙ってられん。こいつは俺がズキズキに降り立たん。ここは平和的にじゃんけんで決めましょうか。じゃんけん？なんだそれ。人間界の遊びですよ。これがグーで、これがパー、これがチョキ。初心者はグーしか出しちゃいけねえんだぞ。桑原君、嘘を教えないように。じゃんけんポン。よっしゃー、俺の勝ちだ。待て貴様、今のは遅出しだぞ。てめえ初心者のくせになんでそんな専門用語。邪眼の力をなめるなよ。いつでもいいぜ。やるのは俺。あの世で償いな。決まんないなら私が行くよ。待ちくたびれたぞ。一瞬で決めてやろう。見てハートよこれ。そうだ。うん。楽しい。レディーファイト。ふん、ほんじゃないよ。どっときましょう。それ流れを突き抜けたのでしょうか。もう逃げられんぞ。暴れ！あと特殊ぞ。まだやらはしないよ。5 6 7 8 9 10
は無駄にできないんでね。あんたの容器を利用させてもらったよ。正義などというくだらん幻想を抱く貴様ごときに負けるとは。正義？そんなつもりは全くないよ。たまたま嫌いな奴に悪党が多いだけのことさ。なかなか言うな。その姿、今のお前が惚れてたかもな。獅子若丸が倒れたことにより裏飯チームの決勝進出が決まった。果たしてトグロチームの実力は？裏飯チームに勝ち目はあるのか？限界ばあさん、なんであんたがトグロと戦わなきゃなんねんだ。奴を倒すのは俺じゃなかったのかよ。昔のことは俺には分からねえ。だけど俺